ねえねえ、もしかして聞こえてないの？授業に集中しすぎでしょ。これだから優等生くんは。ツンツン。ふぅ。は、やっと気づいた。え？いきなり耳ふぅするの？ごめんって。でも君がなかなか気づかないから。君が悪い。で、今日は行くの？何キョトンとしてるの？行くかどうかって聞いてるの。どこにって、わかるでしょ？私のお家にだよ。今晩、親二人とも帰ってこないよ。どうする？ふふ、顔赤くなった。何想像したの？変態。私の方が変態？うん。そんなことないもん。で、行くんですか？行かないんですか？へえ、行くんだ。すっかりハマっちゃったみたいだね。行けない遊びに。優等生の君がハマるなんて、少し意外だったな。え？それを言うなら私も意外？なんで？まあそうだね。私クラスでは目立たない存在だからね。そんな地味子な私から、いきなり誘われた時はびっくりしたでしょ。ふふ。あの時はごめんね。でも、適度にこうやってストレス発散しないと、この非常な現実世界ではやっていけないからね。ふふ。でもいいじゃん。そのおかげで、君もいい思いができてるんだからさ。これぞウィンウィンの関係ってやつだよ。あ、そうだ。君まだ持ってる？何をって。するときに使うあれだよ。あれ。確か前回で使い切っちゃった記憶があるんだけど。ある？さ、了解。じゃあそのままお家に直行で大丈夫そうだね。あ、先生、ごめんなさい。はい、わかりました。真面目に授業受けます。先生に怒られちゃった。じゃあ、約束だよ。忘れないでね。放課後、私のお家で。はぁ、あ、疲れた。君、腕貸して。からーん。はぁ、あ、極楽、極楽。体力なし子ってうるさいな。私はゴリゴリのインドア派なの。というか、連続3回付き合ってあげたんだから感謝しろ。多少体力ついたと思ったんだけど、まだ君にはかなわないな。ふん。そこの水取って。あ、ついでにスマホも。ついでにスマホも。あざーす。でもゴムないときは焦ったね。君があるって言うから、騙されちゃったよ。別に怒ってないけど、どうせ今日安全日だったし。でも、次からは残量要チェックだよ。でも、次からは残量要チェックだね。あ、そうだ。ネットで大容量のやつでも買おうか。そしたら、次から困ることはないでしょ？え？なにこれ、クソ高いじゃん。現代の少子化社会にとって、私たちは望まれることをしてるっていうのに、この扱い。ぐぬぬ。え？当たり前？学校ではこんなこと絶対に言わない。言ったら学校での私の立場が完全に消える。こんな適当に言えるのは、気の許せる君の前でだけ。何ニヤニヤしてるの？急
気持ち悪い。また私の体を見て発情でもしてるの？変態。え？違う？ならなんでニヤニヤしてたの？まあいっか。そういえば、今日いつもより君激しかったよね。それに、すごく切なそうな声出てた。あれ、どうしたの？うん、いっぱい声出てたよ。嘘じゃないよ。そんな言うなら録音すればよかった。まあ、それは半分冗談だけど、やっぱり、あるのとないのでは、男の人の感じ方は変わるものなの？やっぱりそうなんだ。でも、最後の3回目は危なかったね。もう少しで、君に無理やりママにされるところだった。素直に謝ってくれるんだ。君って、変なところで誠実だね。まあ私は君との子供ならね、別にいいかなって思うよ。本気。君イケメンじゃないけど、清潔感あるし、宿題を移させてくれる優しさもあるし、こうやって私を満足させてくれる体力もある。まさに優良物件。というか、もう君は私のもの。だから、他に女なんて作らないでね。今のなんか、告白みたいで恥ずかった。いや、急に抱きついてきたらびっくりするじゃん。ううん、別に嫌じゃない。ぎゅー。え、私のことが好き？そっか、嬉しい。私も君のこと大好きだよ。え、キス？いいよ、いっぱいしよう。ねえ、舌出して。すごくエッチな顔。しっかり元気になっちゃったね。もう一回するの？いいよ。うん。君に好きって言ってもらえて、体力回復した。うん。今パンツ脱ぐ。ねえ、今度は？言わなくても別れ。む、む、鈍感。しょうがないな。旦那様の赤ちゃん欲しいな。私、いっぱい可愛がってください。がっつきすぎ。謝らなくていいよ。大好きな君になら、何されてもいいから、来て。